シンプルファイターです。いやー皆さん、プログラムランドにですね、見てください。新しいコースが追加されました。1,2,3,4,5,6,7 7コース追加されました。いや、どんなコースか楽しみですね。で、今日はですね、追加された新しいコースの暗いところで LED を光らせようというところにチャレンジしていきたいと思います。白黒白黒って なってますね。センサーが1個配置されてますんで、センサーで何かするってことですかね。走るっていうブロック今までありましたっけ？モーターっていうね、このカテゴリーはあったんですけど、走るっていうカテゴリーないですね。これなんでしょうね。ちょっとクリックしてみましょう。全部出来上がってるやん。このままちょっと見ていきましょうかね。もうずっと繰り返しの中にランダムブロックがあって、そのランダムブロックの中にモーター前と左回りと右回りがあるんで、おそらくランダムにロボットがちょろちょろ動くプログラムですかね。もうすでに完全に出来上がってます。まあせっかくなんで使いましょうかね。とりあえずこれだけでどんな動きするのか見てみましょうか。あ、やっぱりそうですね。ランダムブロックによって、モーター前か右回りか左回りを繰り返すので、ちょろ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 ランダムにね、動き回るっていうね、そういうプログラム。ぶつかってるやん。大丈夫君。壁にめり込んでるよ。大丈夫？ちょっとこう、真ん中に戻してあげましょうかね。ランダムブロックの使い方面白いですね。これを使って、地面の暗さをセンサーで見て、暗い場合は LED で明るくしてみよう。黒い時は LED 光らせて、白い時は LED を消すという感じですかね。ライトとハイエがあるんで、まあハイエは言いますね。とりあえずここにつけておいてみようかな。そしてライトで、センサーが100より大きい場合は黒なんで、ライトをつけると。で、センサーが100より大きくない場合は、家のところは白なんで消すと。やってみましょう。スタート。あ、ついてますね。ちゃんとついてますね。で、黒ではついてて、白になると、あ、消えましたね。LED 消えました。で、黒になると、またつけましたね。なるほど、なるほど。こうやって、暗いところでは LED を照らしてですね、明るくして進みなさいっていうね、トンネルの中、進んでる車みたいですね。で、ちょっとこっからプログラムをもうちょっと改造してみましょうかね。はい、プログラム、ちょっと改造してみました。黒いところに行くとライトもつけるんですけども、不気味な音楽を、流してみようかなと思います。あなたも不思議な世界に誘われるかもしれませんね。スタート。暗いところでは不気味な音楽が流れています。白いところではね、静かですね。暗くなるとこのように不気味な音楽が流れます。あれ、ここのマス黒かったですかね。あれ、ここも黒くなっちゃった。どういうこと。あ、ここも黒くなった。いつの間にか作ってないフレーズまで。あれ？画面暗くなってる。え、ちょっと怖い怖い。どういうことどういうこと。違う声も聞こえてきた。怖い怖い怖い。うわー、次に奇妙な世界の扉を開けてしまうのは、あなたかもしれません。よろしければチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。バイバイ。